魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。早速ですが、いただいたマシュマロを読みます。そろそろタブレット2022年版をやってほしいです。地デジモデルはもう販売されないのだと思うと、ラビーは貴重だなぁとか思います。ふむふむ、かしこまりました。では今回はテコの主観によるおすすめタブレットをご紹介します。まずは1つ目、 Apple iPad 第9世代です。 Wi-Fi モデルの価格なら最安で 39,800 円から購入ができます。画面サイズは 10.2 インチのレティーナ液晶ディスプレイ、解像度は 2160×1620 ドットの QXGA、 最大輝度は502度、高さ 250.6mm、 幅 174.1mm、 厚み 7.5mm、 重さ 487g。 iPad 第9世代の特徴は iPhone11 に搭載されているソック、 A13 バイオニックチップを搭載し、日常利用から多少重めのゲームまで快適に遊ぶことができます。現行の iPad シリーズの中で唯一イヤホンジャックが搭載されていて、20W 急速充電と指紋認証に対応。他の iPad シリーズは接続端子が Type-C になっているのに対し、無印の iPad はライトニングケーブルが採用されています。 Type-C を望んでいる方が結構多いようなので、ここは気になるポイントですね。あれこれ楽勝と公式サイトにもあるように、動画視聴やゲーム、多少重い作業もある程度こなせるので、安めで無難なタブレットが欲しい方には一番おすすめできると思います。突出したところはないけど、幅広く使えるのはいいよね。万人向けのタブレットですね。2機種目はこれ、コスパのいい Android タブレット、 Xiaomi Pad5。 Android OS11 がベースの MIUI、 価格は 128GB、 43,780円から。ラムは共通して 6GB です。高さ 254.69mm、 幅 166.25mm、 厚み 6.85mm、 重さ 511g、 11インチの大画面液晶ディスプレイ、解像度は 1600×2560 ドットの WQHD+、 最大輝度は502度。必要な人にとっては重要なポイント、リフレッシュレート 120Hz に対応、4つのスピーカー搭載、ドルビーアトモス対応、大容量の 8720mAh のバッテリー、ソックはスナップドラゴン860を搭載、アンツツベンチマークスコアは57万、うち GPU スコアは20万。4万円台前半のタブレットでこのスペックはすごいよね。日本で販売されている Android タブレットの中でも特に性能が良くて価格も控えめなので、すごく人気ですよね。専用のスマートペンも販売されていて、お絵描き用としても利用できます。単体購入以外にも OCN モバイル1のセット販売があり、契約とセットなら Mi11 Lite 5G や Xiaomi 11T セットなど、かなりお得に購入することもできます。定期的にセールが実施されていますが、価格や対象機種は変わることがあるので、その都度確認を推奨します。3つ目の機種は Amazon Fire HD10 です。 Android バージョン9を元にした Fire OS ですね。 RAM は共通して 3GB で、 32GB で 15,980 円。なんか急に安くない？容量的にも低スペックなんだろうけど。その通りです。高さ 247mm、 幅 166mm、 厚み 9.2mm、 重さ 465g、 10.1 インチ液晶ディスプレイ、解像度は 1920×1200 ドットの WUXGA、 輝度は記載がなく不明、ソックはメディアテック製、
MT8183。 アンツツベンチマークは約13万。はっきり言うと性能は低いのですが、電子書籍やネットフリックスやプライムビデオなどの動画サービスの視聴用として用途を絞った使い方ならおすすめできます。ですが注意点もあります。 Google プレイストアが使用できないので YouTube アプリは利用できません。え、じゃあ YouTube は見れないってこと？ブラウザから見ることはできますね。他にも非公式な方法ならアプリをインストールすることができるようですが、非公式な方法なので自己責任となります。 OS が FireOS なのでアプリの数が少ないのもデメリットですね。あんまりおすすめって感じじゃない？電子書籍や動画の視聴、ネットで調べ物など用途を絞れば十分選択肢に入れていい機種だと思います。まとめると、コスパのいい万能なタブレットが欲しい人は無印の iPad 第9世代と Xiaomi Pad 5で、軽い作業や動画や電子書籍専用でとにかく価格を安くしたいなら Fire HD 10って感じかな。そうですね。最近は Android のハイエンドタブレットも増えて選択肢が広がりましたね。テコも気になるタブレットがたくさんあって、どれにするか悩んでしまいます。海外の人気モデルも日本で販売してくれるといいのにな。スマホだけじゃ飽き足らず、タブレットにまで手を出すつもりか。最後までお付き合いいただきありがとうございます。このチャンネルではスマホに関するご質問やご相談に動画で詳しくお答えしています。ご質問やご相談は随時募集中なので、動画かツイッターのコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。また新プランやスマホの性能についても解説しています。よかったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバイ。バレンタインデー、もうすぐだな。白デコお姉ちゃん喜んでくれるかな。生クリームと愛情をたっぷり入れてあとは冷やしてしばらく待つ。あ、ラッピングも可愛くしなきゃ。ラッピング用の入れ物も用意しよっと。まずは落ち着こう。そうだよ、味見して気づかないうちに食べちゃったのかもよ。じー、ん？